皆さんこんにちは、ガリスケです。本日は釣りライフプラスに満開ハローを告げる釣り大会というですね、期間限定クエストが来たので早速やっていきたいと思います。そよ風公園でなんかやってるよと。よし、じゃあそよ風公園行きますか。ちなみにこれは第7話まであるっぽいね。さあそよ風公園レッツゴー。さあそよ風公園に到着して、まあ、早速桜の木が生えてるね。なんか桜ならではの落とし物とかあんのかなと思ったけど、ないね。さあ釣りおじさん。やあこんにちは。今現在このそよ風公園では春の釣り大会を開催中だよ。ルールは簡単。今の季節はこの島のエリアすべてに期間限定の春釣り魚が出現しているんだ。オリジナル魚だね、きっと。この魚一匹釣るごとにポイントがもらえるよ。かわいい、ピンク色だ。例えば春釣りメバルなら10ポイント、さらにノボリガツオならなんと40ポイント。他にもたくさんの春の生き物が釣れるよ。たくさん釣ってポイントを集められたら豪華な景品ももらえるから、ぜひ頑張って挑戦してみてね。なるほど、ポイントを競う系の戦いなのかな。なるほどな。トリスカン、これは腕の見せ所やで。日頃鍛えた釣りテクニックで豪華景品をゲットや。おお。ん、そこにはトリスケじゃないか。あ、ケイソンと戦いかなってことは今回は。ああ、やっぱりトリスケとピグちゃん。もしかしてお前も釣り大会参加するのか。ダイヤロー。若い。ケイソンハンも釣り竿持ってるってことは参加しとるん。なんというか、あんたを襲ってみんな珍しいな。いやー、俺ももともと参加する気はなかったんだけどさ、テトラさんがここでゲームの大会やってるよーって言うから、仕方なく外に出てみたら、バリバリアウトドア系の釣り大会に参加させられてたわけ。俺はてっきりいろんな人とゲームができると思ったのに。チェー、騙されたぜ。ん？でも僕は嘘は言ってないよね。わが、テトラさん怖け、噂をすれば。テトラさんちょっと怖さってよ、今。やあやあやあ、トリスケくん、ピグくん、こんにちは。君たちならきっとここに来ると思っていたよ。こんにちはー。トリスケさん、相変わらず元気っすね。テトラさん、よくも俺を騙したな。あはは、ひどいな。何のゲームか言ってなかっただけで騙してなんかいないでしょ。それに、ケイゾンくんもたまには外に出ないと、いつかカビでも生えちゃうんじゃないかって思ってさ、あはは。そうそう。万年運動不足のケイソン先輩にはちょうどいいんじゃないですか。はあ、なるほど。そういう上下関係ね。テトラ、ケイソン、ポット君の順番なんだ。このクソガキ。春も近づいてきたことだし、体を動かすにはもってこいだね。春といえば、そうそうそう。お、釣りを頑張ったら季節に合わせた特別な釣り竿がもらえるんだってね。僕が作った春限定品のボートも景品にあるから、よかったら手に入れてね。おーい。楽しみだね。釣り竿にボートもあんのね。はあ、俺は別に釣り人じゃないけど、限定レアの装備がもらえるってんなら、ゲーマーとしてはやるしかねえよな。トリスケ、どっちがたくさん釣ってこられるか勝負だからな。はいはい、ここでゲーム、イベント説明と。島のすべてのエリアに期間限定生き物が出現中。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10種類のかな？はいはい。で、釣ったらポイントがもらえて、それを貯めようと。で、貯めたら、あ、期間限定釣り竿持ってるとイベントポイントがより効率的にもらえるよと。はあ、なるほどね。期間限定あと60日。さあ、やるか。あ、これで第1話クリアだ。お、ポットくんと腹は暖かくて眠くなってるっす。ポットくんは一年中そうじゃない？あ、トリスケくん。ケイくんなら、パマーナ港の方に行ってたみたいだよ。彼、釣り初心者だけど、ちゃんと釣れているかな？暇があったら様子を見に行ってもいいかもね。優しいね、テトラくん。同じ会話かな？よし。で、これが、はぁはぁはぁ。釣ったらこうやってポイントが もらえるのね。で、最高で、何ポイントまである？一重百千万、一重百千万、十万。十万ポイントまで行ったら、春の釣り大会トロフィー。これはちょっと頑張りたいね。釣り竿効果。
はいはいはい。これでポイント倍率も上がるよと。OK。とりあえずイベントの概要は分かったんでね。どんどん釣っていこうかと思ったけど、まだこの人も喋れる。何これ。釣りマーと言っているイースターロッドは手に入れたかい？その釣り座を持っている中尾さんには、なんとイベントポイントをプラスしちゃうよ。ん？なんでかって？この大会、実は釣りマートさんがスポンサーなんだ。大会開くのにやっぱりお金がかかるからね。生々しい話だ。他にも限定規模が釣りやすくなるアイテムとか、プレミアム釣り竿カプセルの釣り竿とか、いろいろ売っているからぜひチェックしてみてね。いや、ワクワクするね。で、君は誰？風船もらっちゃった。かわいい。さあ、まず釣りマートで買うか。どこで買えるの？これか。イーサート5万円。買える。買いましょう。これを着とこう。とりあえずこれで倍率アップのはずだ。倍率アップだよね。イースターロットは倍率何パー ?10%。微妙だね。まあまあ仕方ないか。さあ、しおちゃんもいる。ふふん、この釣り竿、なかなかにキャワだろ。僕は大会などには興味ないが、この釣り竿が欲しかったのだ。む、出歩いて大丈夫なのかって？うむ、暖かくなってきたのでね。近頃は体調が良くてね。しかしながら、季節限定のこの生き物はなかなかにキャワだね。なんか、桜餅みたいだね。柏餅？何餅だっけ？どうにも滅多に出会えない珍しい生き物らしいが、生け餌飼育するととても癒されるに違いない。少しくらいならば釣りをしてみても良いかもしれないね。翔ちゃんに渡せばいいのかな？お兄さん。今の季節に出現している生き物は全部で10種類いるらしいんだ。期間が過ぎれば釣れなくなっちゃうから、期間内に必ずコンプリートするぞ。オッケーオッケー。よし、それじゃあどんどん釣っていくかな。それではですね、釣りポイント1万ポイントまで貯めてきて、このクエストをね、まあ、全部、もうできるところまではちょっと、釣ってきました。1日かけてね。まあ、なんで早速、クエスト2かな？向かっていこう。さ、ケイソンがいるね。まあ、ケイソンと釣りバトルする流れっぽいけど？よっ、トリスケ、調子はどうだ？結構釣ってるみたいだな。俺は全然ダメ。その、ハルツゲウオってやつさ。全然ヒットしねえんだよ。釣りって難しいな。ヒットしたとしても釣り上げられるかもわかんねえのに、こんなんで優勝なんてできるのか？そこの若いの。あ、釣りテクじいさん。ハルツゲウオが釣りたいのであれば、これを使うと良いぞい。これは桜の巻き餌。これを使うと、ハルツゲウオが出現しやすくなるんじゃ。駆け出しの釣り人は釣り場を見極めるのが難しいからの。こういったアイテムに耐えるのも手じゃよ。へえ、そんな攻略法があるのか。早速使ってみるぜ。ありがとうな、じいさん。ほっほっほっ、頑張るのじゃぞい。そうか、釣りが得意じゃなくても、アイテムを駆使すれば、俺にも勝ち目あるかもしれないな。あれ？なんかこれってまるでゲームみたいだな。ん？待てよ。なんだ？何に気づいた？音ゲーやってる。やっぱり、このゲームと似てる。釣りってもしかして、リズムゲーみたいなものなんじゃないか？そうなの？それなら俺、得意かも。よーし、やってみるぞ。さあ、釣ってる。リズムゲーかな？すごい、5000円のスパチャもらってる。きたー！これだ、リズム感覚を活かせば釣りができるんだ。うわー、すごいわ、ケイソンハン。初心者やのに、もう課題のお魚を釣り上げてもらうなんて。へへ、これで俺も釣りの世界に入れるってわけだ。ありがとう、ゲーム。さあ、リズムに乗って、どんどん魚を釣るぞ。スワイプでキャストして、タップでラインを引っ張って、よし、ここだ。ほらほら、取り付けのピグもやってみな。こんな感じで、魚の動きに合わせ、ロッドを操作するといいぜ。まあ、僕、釣りレベル100なんだけどね。どうやってリズムを取ればいいの？
ロッドの弾力を利用しながら、聞こえてくる音や波紋のタイミングに合わせて釣り竿を傾ければいいんだよ。そうすることで魚が弱るまで持ちこたえられるんだ。おお、そのリズム系ってのはようわからんけど、ダンスとかと同じような感覚やろか。ああ、確かにそうだな。はっ、じゃあ踊ればもっと釣りがしやすくなるのでは。ついでに音ゲーのリズム感も養える。このチャンスは残せないぜ。よし、踊るか。トリスケも今よりもっとうまく釣るようになるはずだ。僕はもうレベル100だからね、もうこれ以上強くなれないんだけどね。まあ楽しそうで何よりか。はあ、何やってんすかあんたら。これ見られるの恥ずかしいね。何これ見られるの恥ずかしいな。ダンス大会？僕も参加しようかな。うまい。テトラさんさすがっす。テトラさんまで。これいつからダンス大会になったんです？先輩、ふざけてないで真面目にやってくださいよ。違う。俺たちはリズム感覚を生かして釣りようだな。あは、桜の花粉には人を興奮させる作用があるらしいってね。ほら、春は不審な人が増えやすいって言うから。あ、そういうことなんだ。桜って、ポト君もそういう人には気をつけてね。不審者扱いされちゃった。ウィース。誤解だー不審者扱いされちゃったな。釣りも上達したら結構楽しいんだな。何事もやってみないと楽しさがわかんないって言うもんな。まあ確かにな。しかし、お、金ピカ魚ついに釣ってっか。ほっ。もうレベル100だからね、僕は。さあ次はどこに行けばいいのかな？次のクエストはどこかな？あれ？お、そよ風タウンか。